おかえり、レッドゾーン。今夜のテーマはカレー。カレー、今や国民食となっているカレーですが、世の中には激辛カレーや、はい、本格派のインドカレー、さらには女子受け抜群のヘルシーカレーなど、いろんなタイプの知られざるカレーがあるんです。今夜はそんな超激うまカレーはもちろん、究極の絶品カレーや今流行りのスパイスカレーまで大公開しちゃいます。すごいねこれ。さあ今回はカレーということですけども、渚ちゃんは何カレーがお好きですか？もうグリーンカレーが。なるほどね。これはずっと言うてるよね。はい、譲れません。これ譲れない。はい、今回の訳あり人はカレーおじさんの脱いだ秋のりさん。普段はミュージシャン兼ボイストレーナーとして活動している脱いださんですが、カレーにハマったのは大学生の頃。大学の近所にあった人気店のカレーを食べたところ、あまりの美味しさに衝撃を受け、バイト代のほとんどをカレーにつぎ込んでしまうほどカレーを食べまくるカレーバカに。カレーでいうともう日本の首都は大阪だって言われてるぐらい。はい、もう。そうなんですか。スパイスカレーが流行ったんでしたっけ、大阪。流行ってます、はい。それからスパイスカレーっていうものが大阪で今生まれて、それが全国に派生しているっていう。はい、続いておすすめの昼カレー。はい、昼のおすすめは中華屋さんなのにカレーマニアの店長が作る超激うま中華カレーです。これはどこなんですか。はい、これは東大阪市の長瀬というところにあります大衆中華食堂八海さんの昼のカレーが非常におすすめです。中華料理屋なんですか。そうです、はい、中華料理屋なんですけれども、もうマスターが本当にカレーのマニアで、ご自身でもいろんなところ食べに行く方なんですけれど、その本気のカレーを出しているお店で、月ごとに変わる限定カレーがおすすめです。月ごとに変わる、はい。10月のカレーはワタリガニと春雨の中華カリープラス、うわー美味しそう、はい、生ラムクミン炒めのカリーの合いがけというスタイル。何これ。いや美味しそう。なんか申し訳ないけど、さっきの店の外観からはこれが出てくるとは思わない感じ。そうなんですよ、見た目は本当に町の中華屋って感じなんですけれども、カレーが出てくるとすごいのが出てくるので、すごい急におしゃれになるというか、はいはいはい、食材は中華のものを使ってたりするんですけれども、それをスパイスの使い方が非常に独特であって、個性的だって上手なので、それがもう見事カレーになっている。11月は揚げスペアリブのスパイスカリーと四川麻婆豆腐カリーのあいがけ。スペアリブいいですね。はい、中華屋さんなんですけれども、本当にカレーが有名に最近なってきて、お客さんの9割がカレーを食べるっていう。カレーいや、もう確かにもう情熱がカレーに向いてんのが出てるもん。はい、おいしい。よかった。カレー界の女神が作る限定カレー。女性が作ってくれる。案内されたのは東京大久保。夜のカレーでおすすめなのがこちら、ヨカさんです。こちらが夜カレーにおすすめのお店、スパイシーカレーロカ。南インド料理店で修行をされていて、非常に美味しいカレーを作る方です。もう今や日本有数の行列店としてももう有名なお店となっています。果たして絶品カレーを生み出すカレー界の女神とは、この後お披露目。おー、あら、おー、あ、おいしい。よかった。おいしい。さらにいい声で。一日3食カレー男おすすめ、東京夜カレー。そのお店はいつも行列ができる大人気のカレー店、スパイシーカレーロカ。果たしてそのお店で超絶品カレーを作るカレー界の女神とは。こちらがカレー界の女神こと斉藤恵里さん。実は恵里さんはカレー好きが決めるカレーガイドジャパニーズカレーアワードで新人賞を受賞したほどカレーマニアも認めるカレー界のホープなんです。そしてこのお店ではお客さんにいろんなカレーを楽しんでもらいたいということで、シシャモを使ったカレーやとろろや豆腐を使ったカレーなど、今までなんと91種類もの週替わりの限定カレーを作ってきたそうです。そしてこの日の限定カレーは、
お待たせいたしました。今週の限定カレーです。こちらが週替わりの限定カレー、インドネシア風レモングラスとバイマックルのキーマ。カレールーにはタイ料理でよく使われるハーブバイマックルなど3種類のインドネシア生ハーブを使用。そしてルーに甘さとコクを出すため大量の玉ねぎやカシューナッツを一緒に炒めていきます。カシューナッツでインドネシアっぽくなるんですよ。なるほど。最後にパクチーをトッピングして限定カレーが完成。果たしてそのお味は、どうです、お味。これね、バイマックルっていうハーブが入ってるんですけども、これが非常にいい香りでカレー全体の中心になってるというか、いろいろなハーブとかスパイスがすごく体にいい感じがしますね。爽やかです、とても。おいしい。また言うた。やり口前言うと一緒ですけど。ちなみにこちらのお店には台湾ビールやワインもあるので、縫田さん曰く夜カレーと一緒にお酒を飲むのもおすすめだそうです。ちなみにカレー界の女神は縫田さんのことをどう思っているのでしょうか。いや、毎週すごい来てくださっててめちゃめちゃ嬉しい反面、やっぱプロフェッショナルなんで、あ、今日そろそろ来そうって時すごい気合い入れて作りますね。ちょっとレベル高いのをいつも提供してもらってるんですけど、この日3食目の夜カレーも完食。ちなみにこの日縫田さんは3食だけでは満足できず、え、行った？東京神楽坂にあるグランドバーナオライで4食目の夜中カレーも食べたそうです。これも美味しいんですよ。そしてこの後スタジオにスパイシーカレーロカの超絶品週替わり限定カレーが登場。今日のカレーはこれは何カレーでしょう。今週のカレーがディル爽やかに香る秋鮭と舞茸のカレーというカレーですね。舞茸、はい、ディルってなんですか。ディルはもうハーブです。はあ、はい、いろんな料理に使う、これが整腸作用があって、はい、これを食べると本当にお腹の調子が良くなるという。へえ、はい、じゃあちょっといただきましょうか。はい、いただきます。うなぎさんどうぞ。いただきます。まずもう香りはめちゃめちゃええやんか、はい、香り、あ、ちゃんと舞茸と鮭の香りが半々でします。ほんまかお前。鼻めちゃくちゃええやん。半々それ半々で分かった。お前えぐいで。いかがでしょう。あ、おいしい。よかった。やっぱ出ますよね、おいしいってこと。 ねみんな出るんやな。なんかマイルドかと思ったら最後にブワーッとスパイスが喉に広がる。藤原さんももうカレー週一でいきますから。いや、これ楽しみですね。いただきます。どう？うまい。口当たりめちゃめちゃマイルドで、しっかりスパイシーな感じもするんだけど、秋鮭の旨味が消えてないのよ。そうですよね。なんかカレーに秋鮭なんか負けちゃうんじゃないかなと思ったけど、ちゃんと鮭の旨味もしっかり出てて、うまい。うん、おいしい。この後渚ちゃんが爆弾発言。え、もうでもカレーばっかりだと日常生活で困ることとかないんですか。まあ、ほとんどないんですけど、唯一あるとしたら全くモテないということですね。あー、デートがカレーになるからってことですか。ヘアスタイルじゃないの。あ、違う。